杉本正人は兵庫県姫路市出身の元プロ野球選手。宇藤右内。NPB では育成選手であった。兵庫県姫路市出身。中学校時代は兵庫ハリマリトルシニアで全国大会で準優勝している。水戸短大福校では強権強打の大型保守として活躍するも2007年夏の茨城県大会では2回戦敗退。 同年のドラフト会議にて、横浜ベイスターズから育成二巡目指名を受け、支度金200万円、年俸240万円で契約を結んだ。横浜では、関口雄大と共に、初の育成選手である。恵まれた体格から、右方向に持てる、長打力と、遠投115メートルの強肩による正確な、スローイングが自慢。高校通算本塁打26本。 ミトタン大復興からのプロ野球選手輩出は、春達義、海、沢翼に次いで3年連続となった。1年目の2008年は、体作りが中心で、2軍で7試合のみの出場だった。2年目の2009年は2軍で10試合出場するが、保守としては3試合のみにとどまった。2010年は2軍で8試合に出場。1軍出場がなく戦力外通告を受け、 10月29日に自由契約選手工事がなされた。11月10日に12球団合同トライアウト1回目に参加した。2011年、ミエスリーアローズに練習生として入団し、4月15日に支配下選手登録された。同年シーズン終了後、退団。2012年3月5日、BC リーグの富山サンダーバーズに入団。 2014年8月12日、同じ BC リーグに所属する福井ミラクルエレファンツへ移籍。シーズン終了後に現役引退を発表し、退団。その後、クラブチームのロキテクのベースボールクラブで現役復帰するも、現在は退団している。BC リーグ、福井からの退団後、2014年10月1日より、富山県の株式会社01に就職し、 アボカド料理専門店、アバキャカに携わっていた。ありがとうございます。